ルートビヒゲオルクジーベルトは、ドイツの政治家。ナチスドイツ期のバイエルン州首相。ルートビヒスハーフェンアムラインに、機関車技師の息子として生まれる。マンハイムの高校を卒業し、1893年から1897年に、かけて、ミュンヘンで法学を学んだ。1900年に、司法試験に合格し、司法修習生として、 フランケンタールで働いた後、バート・デュルクハイムや、ノイ・シュタット・アンデア・バイン・シュトラーセの裁判所で、検察官を務めた。1905年からは、フィルトの裁判所で勤務し、1907年からは、リンダウで判事を務めた。1908年に、ローテンブルク・オプデア・タウバー市長に就任し、バイエルン人民党に入党した。1919年に、 リンダウ市長に転任し、橋や公園、墓地の建設など公共事業政策に力を注いだ。1931年1月に国家社会主義ドイツ労働者党へ移籍した。当時、バイエルン州の市長にナチ党員はいなかったが、ジーベルトの入党で、ナチ党はバイエルン州で初めてナチ党に所属する市長を手に入れた。1932年に、 バイエルン州議会議員に当選した。ミュンヘン会談を終え帰国するチェンバレンを見送る、リッペントロップ、エップ、ジーベルトナチ党の権力掌握後の1933年3月9日に、ハインリヒヘルトのバイエルン州政府が、フランツフォミエップにより解体された後、ジーベルトは3月16日に、暫定財務大臣に就任し、4月12日に、州首相に就任した。 就任以降は国家代理官に就任したエップの地位を狙い衝突を繰り返すようになる。1933年から1934年にかけて州経済大臣を務め、1936年に再任され、州文部大臣も兼務していた。1933年からバイエルの巨大最高会社の会長も務めており、11月9日には、 突撃隊に入隊し、1933年11月、ドイツ国会選挙では24区から出馬し、国会議員に当選した。1938年には突撃隊大将に昇進し、4月12日には黄金な地頭印バッジを授与された。1939年からは、ドイツアカデミー長官も務めた。在任中に、ジベルト計画と呼ばれる。 バイエルン州の失業者対策の政策を実施したが、バイエルン州政府の資金が計画を実施するには、不足していたことと、アドルフ・ヒトラーのドイツ中央政府の協力が得られなかったため、効果はほとんどなかった。1937年から1941年にかけて、ヒトラーの命令で、バイエルンにある城の復旧作業を監督した。1942年に、 フリーンアム・キー・ムゼーで死去した。存命中に、ローテンブルク・オップデアタウ・バー、アウクスブルク、シュパヤーから、名誉市民号を付与されたが、第二次世界大戦後に剥奪されている。弟のフリードリヒ・マクシミリアン・ジーベルトは、ドイツ国防軍で、陸軍風評大将まで昇進している。また、息子のフリードリヒ・ビルヘルム・ジーベルトは、親衛隊に入隊し、 パウル・ギースラーの下で、ミュンヘン・オーバー・バイエルン副大監督指導者を務めた。ABCD ・イード・ボルザーク、ブルシェンシャフト、s 四百二十八 a b リラ、スタチステン・イン・ユニフォーム、S617 ハット AB ・クラウス・ D、パッチィ・ウォール、ダス・ゴールデネ・パーティ・アブ・ザケ・ウント・ザイ・ネバー・レ・ホンガン、エレン・ハイルバー九百三十四3九百四十四パッチィ・ウォール、ノーダー・シュティート二千四 ISBN3 から931533から50から 6S87 ハットマンフレッド・クラプフ、オーベル・ベルガー・メイスター、イン・ヒステリッシュズ。レクシコン・バイ・アーンズ、ハット・バイ・エリッシェ・ベルク、フーテン、ウン・ト・ザールツ・ベルカ・エージー、ヒステリッシュズ・レクシコン・バイ・アーンズ、アクセスト、6メイ2008、ドイチェ・アカデミー、19251945 ヒステリッシュズ・レクシコン・バイ・アーンズ・アクセスト・ロック・メイ・2008・ヒトラーズ・エコノミー・ナチワーク・クリエーション・プログラムス19331936グーグル・ブック・レビュー・オーサー・ダンピー・シルバーマン・パブリッシャー・ハーバード・ユニバーシティ・プレスページ85ハット・プリザーベーション・ツーリズム・アンド・ナショナリズム・ザ・ジュエル・オブ・ザ・ジャーマン・パスト・グーグル・ブック・レビュー・オーサー ジョシュア・ハーゲン、パブリッシャー、アシュゲート・パブリッシング、リミテッド、ページ。188, スタッド・スペイヤー、エレン・ベルガー・アーカイブド2012年9月12日、アット・アーカイブ、イズ・アクセスト、8チメイ2008、オアキム・リラ、シーバート、フリードリヒ、インダーズ、シュターツ・ミニスター、ライテンド・バーワルトンズ・ベムト・ウント・ファンクションストレジャー、 インバイエルン1918ビス1945ありがとうございます。